の歌を売ってるので、やっぱその歌いやすいかどうかっていうのが、結構重要ですかね。ルゴートさんのドラムはすごい歌心がある感じで、すごい歌いやすいですね。でもずっと20年ねロンドンに行ってたので、だからいわゆるその日本でずっとやってきてるスタジオ界のドラマーの重鎮って感じでもないし、バンドが解散してその後サポートドラマーになってるっていう感じでもないし、ドラマーっていうことでは触れない感じですかね。曲も作るし歌も弾くし私も弾けば、その中にドラムがあって一番ドラムが長いんでしょうけど、専門はドラムだけど自分のやってることとそんな変わらない感じという。俺最初にそのウタさんの聞いた時にはノッコのやつがハレルヤってアルバムが最初で、このビートめちゃくちゃかっこいいなと思ってて、外人すげえなと思ってクレジット見たらゴータさんだったから、え、日本人だと思って、え、日本人でこんな感じの人いるんだと思って、で、そしたらちょうどソロアルバムも出たりとか、その後ミュートビートを知ったりとか、グランドビートと呼ばれるようなビートの発明したわけで発明って大げさだけどね。でもそれをね、昔あったああいうビートとはまた違くて、でドラマーでありながらそれをまたこうサンプラーも使ったりとか、そういうあのループも好き嫌いしなかったりとか、そういうふうに新しいものとか楽しければかっこよければそっちでいいっていうのは、変に生になってこだわらないっていうか、その辺のこう、それがね、新しいなと思いますね。なんかすごいこんな日本人離れしたというか、こんな人ってやれたらいいなみたいに、昔はデビュー前だったんで完全にそんなただの妄想で思ってたんですけど、なんか仏様みたいな人だよって言ってたんですけど、そうなってみると確かにぼーっとしてるだけですうん、そうとも言う気もしますけど